はい、どうも皆さん、こんばんは、ちゃんかいです。今回なんですけれども、ゲストの方を迎えておりまして、挨拶の方をお願いします。ゼンマイ侍です。おはようございます。どうも、かたきです。あれです。どうも皆さん、行き過ぎ！ゼンマイです。はい、ということで、今回なんですけれども、皆さん、アニメが大好きな、まあ、アニメラノベ系 YouTuber、今回勢揃いということで、アニメグッズとか、まあ、ライトノベル買ったりとかすることってあると思うんですけれども、自分の好きなアニメキャラのグッズを買うときに、結構マイナーなキャラ、グッズが少ないとか思ったことはありません。間違いない。今回はそういった企画で、指定のアニメキャラ見つけるまで帰れません。ちょっと、おめでとう。ということで、今回ここの3人と、ここの3人でも A チームと B チームで、それぞれ例えば呪術廻戦の宮かすみちゃんみたいなのを決めて指定し合って、そのグッズを買う。でそっち今買うのを見つけるのが早かった方の勝ち。で今回罰ゲームとして負けたチーム、それぞれチャンネルとかあると思うんですけど、この動画とかでメールカフェ行ってもらおうかなと。今日いや、今日じゃなくてもいい。1回もあればいい。じゃあ負けられないね。ということでね、はい、まあ、なかなか罰ゲーム結構厳しいやつなんですけど、楽しんでいこうかなと思います。むしろご褒美だから理由ができんだよ。罰ゲームなんだよ。ということで、それでは今度のやっていきましょう。はい、ということでキャラ名決まったの でまずこっちのチームからサビクイビスコの赤星ビスコ。いやー、いいんすか、そんな。こっちはアニメ掛け狂いの生徒会マニューダです。あー、なるほどね。メガネの白髪を出しちゃう。それじゃあ、よーい、はい、スタート。よっしゃ、行こう。よし、行こう。行こう、あれ、なんか、あれ俺ら、メンバー誰だっけ。あれなんかいるぞ。僕らが離れるなら、僕らが迷うなら、マニューダ先輩でしょ。そうそう、あの、髪白くなっちゃった人だよね。オッケーオッケー。いや、ラジカンいきゃ余裕だろ。まあ、ありそう。いや、舐めすぎだろ、あいつら、さすがに。駆けぐりだぞ。いやでも、ビスコよ、こっち主人公よ。晴れマチームでーす。ガチャガチャチェックしながら。ガチャとかもありか。サビクイのガチャある。いや、でもだって今やってるのがある。ガチャある。100%の5000円1万円か。ゲマか。あ、ゲマ行く。いや、もうあるよ。立ち上げダメだから。じゃあ、ゲマ行ってきます。いや、網ならあるんじゃない。これ、ケーブックスだ言うて。いや、え、ただ見たいだけでしょ。いやいや、え、欲望で動いてるね。ゲーマーズから帰ってきましたら、ゲーマーズ工事中でしたね。工事中でした。俺らもうさ、もう飯食っていいんじゃん。飯食ってそんぐらい余裕やで。サビクイビスコのビスコなんて。ビスコ、ビスコ舐めすぎやね、あいつら。はい、アニメートでーす。え、じゃあこう。いや、ある気がするよ。ここないと相当きついよ。ブルーアイツ、ホワイトドラ、あるある、絶対ある絶対ある。もう匂う匂う。来た来た来てない。あ、うわ、いいね。いや、でもこういうボトル、ゆめこ、ゆめこはまずゆめこだよ。無視にならない。どうする、どうする、ない。あ、そうだな、います。なんか出会いそうだな。やば、10分で見つけられないは結構渋いな。いや、向こうワンチャンもう見つけたもん。いやー、サビクイリストだもんな。はい、アニメートありませんでした。いやー、アニメートはそもそもね、ラノベ原作あんまないから。まあね、女性向けとかが多いから。トラの穴はね、ラノベ界あるよ。ちょっと行ってみるか、トラの穴。トラの穴、隣なんで、行きたいと思います。まあ、ラシンバ行きましょう。僕らが離れるなら、僕らが迷うなら。まあ、ゲマズは絶対ないな。コトブキ屋とかワンチャンないかな。あるある、あ、その辺だよね、だから。ラシンバ行ってコトブキ屋行くか。いや、マジでない、やばいな。いや、ある、絶対ある。いや、向こうも結構手こずってるけど、ガチャガチャも一応全部見てくれ。もしかしたらあるかもしれない。ない。それはない。
チャあればもう勝ちよ。ガチャはもう最強。でも出るまで出さないと。これからマジで同時に探すんだったら全員できた。いやきついだろ。なんもなかったです。残念ながら、まあ、あのベしかなかった。次はね、ラジオ会館の中ね、もう最初甘えとか言ったけど、ホビテンある？いや、ないかな。いや、新作結構ある。ワンチャンある。じゃあ見るだけホビテン見に行きます。どうした？どうする？やばい。まあ、導入しながらもメロンブックス最後の希望だな。もう、あいつの同人誌があることを祈るしかない。何千回、私がホビテンありませんでした。わからなくない？ありませんでした。すいません、なんか取れなかった。太陽に照らされてた。もう干からびる俺の体。栄養がない、もう朝食を食べていないから。もう栄養もないし、日光でも我々にとって日光敵すぎるから。そぼそぼしちゃう。いやー、じゃあ次は駅前戻ってラジオ会館の中にアミアミだっけな、そのまあ新作系の結構ラノベ系のグッズも多いお店があるんで。強いんだ結構。なんか無色とかもあったりするから、へぇ、ちゃんと置いてるから期待できそうだ。期待できると思います。1個でもあればいいんだよ。サビクイビスコが、だって俺らもサビクイビスコっていうものがあれば 100% あるって。もう主人公だ。そう向こうはさ、うるさい。なんで笑ってるんだろう。やめとけ。お前が一番うるさい。最後の砦でラジオ会館にやってまいりました。まああれだね、そもそもスタート地点にあったから。そうね、避けてました、あえて。はい、行きます。うわ、たまらん、やばい。うわ、ルル。ああ、お前そんなとこで何してんだ。戻ってこい。今話題のやばい。待って、同人誌買おうかな。僕らが離れるなら、僕らが迷うなら。30分経過。どうする？済んです。済んでんね。済んでます。ドライアイ。お前そうだったの？ん？お前そうだったの？いや、今のはなんか急に来た。あ、そう。どうですか？いやいやいや、あのテレビに映りたがるちょっとやばいおっさん、やめて。